ウンベルト・アニエッリは、アニエッリ家の著名なメンバーの一人である、スイス出身のイタリアの実業家、政治家。エドワルド・アニエッリとバージニア・バー・ボンデル・モンティの末息子として生まれ、1970年から1976年まで、フィアットグループの最高経営責任者、2003年から、成居する翌年2004年まで会長を務めた。また、長年アニエッリ家が所有するイタリアの、 プロサッカークラブのユベントス FC の会長、名誉会長を務めた。1976年から1979年までは、イタリア上院議員を歴任。アニエッリは1956年から1961年までの間、間アニエッリ家が長年にわたり所有するイタリアのプロサッカーチームユベントス FC の会長を務め、 1970年から、制挙した2004年まで名誉会長を務めていた。現在は、息子のアンドレアが、ユベントス fc の会長を務めている。また、アニエッリは家業である、フィアットグループの経営にも関わっており、1965年から1980年までを、フィアットフランス、1970年から1976年までを、 フィアット本社の最高経営責任者として過ごし、1976年から1993年まで副会長として関わった。他には1980年から1990年までが、フィアットオートの会長、1993年から2004年までに、インターナショナルアドバイザリーボードのメンバーであった。アニエリは、家族経営であるフィアットの上級幹部であったが、 兄ジャンにアニ兄エッリが長年にわたり同社のリーダーシップを取っていたため彼自身がリーダーシップを取ることはなかった。2003年に兄ジャンニが成居するとその後を次フィアットグループの会長に就任以降亡くなる2004年までの短い期間に同社でリーダーシップを取った。当時のフィアットグループは著名な自動車会社フィアットに加え、ユベントス FC やいくつかのイタリアの新聞や 出版社を所有していた。現在ではそれらの企業は、アニエッリ家が資産管理会社を通じて所有する家族投資会社、エクソールの参加として管理されている。2003年に、兄、ジャンニの後を継いで、フィアットグループの会長となった、アニエッリだったが就任からわずか18ヶ月後に、肺がんにより69年の生涯に幕を閉じた。ホーブスによると、 彼の純資産は死亡した2004年で55億ドル。あまりで当時世界で68番目に裕福な人物であった。アニエッリは、エドワルド・アニエッリの7人の子供たちの末っ子として、スイスのローザンヌで誕生した。彼は、その生涯において、家族の数奇な運命と悲劇を目撃した。父のエドワルド・アニエッリは、彼が1歳の時に飛行機事故により、死亡。 母のバージニア・バーボンデル・モンティも、また彼が11歳の時に交通事故により、死亡している。1959年に結婚した最初の妻、アントネラ・ピアッジオとの間には3人の男子がいたが、最初の2人はいずれも出産直後に死亡し、生き残った三男の序盤に、アルベルト・アニエリは、母の実家の家業である、ヨーロッパ最大手のオートバイメーカー、ピアッジオのトップとして、 経営を引き継いだが1997年にガンで33歳で死亡した。その後、アニエッリとピアッジオは離婚し1974年に貴族の娘であるアレグラカラッチョロと再婚した。アレグラはアニエッリの兄ジャンにアニエッリの妻マレーラカラッチョロのいとこにあたる。二人はいずれもカラッチョロ、王子とメリート公爵の称号を持つ 古いナポリの貴族の一族である。ウンベルトとアレグラの間には、アンドレア・アニエッリと、アナ・アニエッリの二人の子供が生まれ、兄のアンドレアは、父、ウンベルトの後を継いで、現在は、ユベントス FC の会長を務めている。ありがとうございます。